はい、どうもこんばんは。今日はね、これ Apple Watch ね、購入して今だいたい2週間ぐらい経ちましたけど、実際に Apple Watch ね、使ってみてどうなのかっていうところについて、お話したいと思います。まあ方々で言われてますけど、バッテリーは確かに持たないですね。買ってほんと3日目ぐらいまでは本当にびっくりするぐらい持たなくて、ほんと充電して多分5、6時間で切れるぐらいのね、そのぐらいの勢いで持たなかったんで、まあ確かに Amazon のレビューではものすごい酷評でしたけど、まあ気持ちもわからんでもないかなっていう感じでしたけど、どうやらね、その後なんかアップデートが来たみたいで、少しはね、バッテリー持つようになりました。Apple Watchね、液晶がとにかく綺麗で、ものすごく発色も良くて見やすくて、すごい指のね、このサクサク具合、すごい感触が良くて、ものすごくいいんですよ。ものすごくいいんですけど、残念ながらやっぱりバッテリー持ちがね、ちょっとね、物足りないということで、ミスギくん感出てますよね、ちょっとね。つまり、ミスギくんってね、キャプテン翼に出てくるミスギジュンのことなんですけど、僕はね、漂うミスギくん感って表現しましたけど、ミスギくんっていうのがね、超天才少年なんですけど、持病の心臓病を持ってて、数分しかね、プレイできないと。ちょっと読み上げますね。ロベルト本郷をして、完成していると言わしめたほど。ロベルト本郷ってね、めっちゃすごい人出てくるんですけど、そのロベルト本郷をして、完成していると言わしめたほどです。キャプテンとしても優れた統率力や戦術眼を持ちながら、心臓の持病のために数分程度しかピッチに立つことができず、ガラスのエース、フィールドの貴公子などと呼ばれた悲劇の天才マルチプレイヤーと、心臓病さえなければ日本一になれたかもしれない男、翼が唯一勝てない。じゃあ、すいません、ちょっと長々と説明しましたけど、そんなミスギ君が漂ってると。それがOppo Watchであると。そういうとこですね。何が言いたいかっていうと、液晶も綺麗で、ものすごい発色も良くて、すごいタップの操作感もいいんですよ。デザイナーチックな感じで、付け心地も良くて、結構おしゃれで、さらに軽いと。すごい軽いんですよ、これ。何の申し分もないね。それでいて、心拍や歩数の計測はもちろんしてくれるし、睡眠の計測もしてくれると。何も申し分のないね、ものすごくいいね、スマートウォッチなんですけど、残念ながらやっぱバッテリーが持たないので、ミスギ君感が出てしまってると。そういうとこですね。Apple Watchね、買った人は、頑張って今後のアップデートも期待して、使ってもらえばいいかなと思います。で、Apple Watchをこれからね、購入しようかなって迷ってる人は、ちょっとね、その辺のバッテリー持ちが良くないよってところについて、もうちょっと今日深掘りしてお話ししますので、その話を聞いてからちょっと考えた方がいいかなと思います。バッテリー持ちに関しては、ちょっとね、この1週間ぐらいちょっといろいろな使い方をして、どんな感じでバッテリー減るのかっていうのを検証してみたので、ちょっとね、お話ししますね。まずね、このクイッとね、こうやると表示されるモードね。これプラスタップしても表示されるっていうモード。液晶がね、こうやって表示されればされるほど、バッテリー持ちっていうのは辛くなってくるので、一番要はバッテリーが食うモードですね。このモードで検証した場合は、夜中のね、12時ぐらいに 100% にして、それから寝て、で、だいたい僕朝の7時ぐらいまで寝るんですけど、その間睡眠計測ずっとした状態で、さらに夜中も多分こう寝返り打った拍子にね、時々こう液晶がついたりとかしてるんですけど、その感じでついてる状態で、だいたいね、朝7時に起きた時点で 62% ぐらいと、結構がっつりめに減ってるんですよね、これはね。夜間の7時間ぐらいでもう 38% ぐらいが消費されてると。まあ睡眠計測とか、あとはまあ夜中動いてる時に何度も多分液晶ついてるんで、そこがちょっとバッテリー食うポイントだと思うんですけど、残念ながらやっぱり一晩でね、7時間でやっぱり約30数パーセントは消費してると。その状態でね、会社に普通に行きまして、まあ普通のこうやって時計見るような感じですね。こんな感じの使い方で、まあ LINE とかね、メールとかバンバン来てるんで、通知は結構してる状態なんですけど、その状態でちょっと普通に過ごした状態で、10時半の段階で
30% でした。残り 30% ね、残り 30% 午前中ですよ、午前10時半で残り 30% だったと。でさらに11時の段階ですね、11時の段階で 20% を切って、20% 以下になるとこれ省エネモードにしますかっていう感じになってくるんですけど、省エネモードに入ると。省エネモードっていうのは時計と心拍と歩数の計測だけ残して、それ以外のね機能を全部シャットアウトしちゃうっていう機能で、一応省エネモードにしたらね、おそらく僕の肌感では2日間ぐらい持ちますね。1日1回の充電は必要だけど、省エネモードに入ってしまえばそこからね丸1日以上は間違いなく持つので、時計を見るっていう分では困ることはないと。ただスマートウォッチのね利点であるね通知っていうことにはとかはできなくなってしまうので、その辺はしょうがないけど時計を見ることができると。まあそれが省エネモードですね。それに切り替わるっていうことで、11時の段階でそれに切り替わる、それね 20% を切ったのでそれに切り替えました。もっと頻繁に時計を見る人であれば、おそらくもうちょっと早くね 20% 切ってしまうんじゃないかなっていうところはありますけど、まあ普通に使ってる分にはおそらく12時間ぐらいが目安かなという感じです。はい。でもう一つね、もう一つ検証してみたんですけど、今度はね完全にこれ切った状態、これの設定の中の、ジェスチャーっていうところの傾けて画面オンっていうやつとタップで復帰っていうやつ、これを全部切った状態ですね。動きでも時計つかないし、タップしてもつかないと。それプラス位置情報も切って、で心拍の計測も切って、でこれ1時間ごとにね動いてなかったら警告してくれるんですけど、そういうものも全部切ってね、あの要は全ての機能を切って、時計はボタンを押さないとつかない状態で、通知だけは来る状態なので、まあ僕個人としてはあのまあ時計見たいっていうのはあるんですけど、通知がメインなんですよ僕はね。 あくまでも LINE とかが来たらここで確認できて、さらにここでね音声で返信できるっていうのがこのスマートウォッチの強みなので、そこだけで考えた場合っていう使い方を想定して、そういう風に使った場合どのぐらい持ったのかっていうことなんですけど、その時はね夜中の12時に同じくね 100% の状態で寝て、朝7時の段階で 85% ですね。要は夜寝てる間に睡眠計測だけはしてる状態ね。それ以外のモードは一切使ってない状態ですけど、睡眠計測だけした状態で夜中の7時間でだいたい 15% ぐらいの減りだったと。まあまあ優秀でしたね。そこまでカットしてようやくあのまあ使える状態かなと。でさらにそこからね、午前の11時頃そのまま普通ね会社行って同じく生活してね、時々こうボタンを押しながら時計は見てましたけど、まあ通知だけ受け取るような状態で普通に会社で過ごしてまして、でその時で11時の段階で 58% と、全部フルにつけた時には11時の段階でもう 20% で省エネモードに突入してしまったので、まだまだいけるっていう状態ですね。ほぼ12時間ぐらい経った状態で 50% ぐらいっていう感じな、そんなイメージですね。はい。でそれからね昼からちょっとねちょこちょこ減りまして、だいたい3時の段階で38% ぐらい、6時の段階で 20% を切ってきたと。まあ、夕方6時の段階ですね。夜中の12時から次の日の夕方の6時まで一応バッテリーは普通に持ったと。まあ時計はとこう押さなきゃ見えない状態ですけど、一応ね通知はバンバン来てる状態でそこまでは持ったと。考えようによってはね、朝充電していけば次の日の朝までは持たないけど、夜までは間違いなくね普通に持つっていう感じの使い方はできると。もっと言えばですね、あのフルにつけた状態ね、フルにつけた状態でこうやってやっても見れる状態で、心拍の計測も位置情報もオンにしてね、全てオンにした状態でも一応朝8時に充電して出ていけば夕方のね7時頃までは使えると。一応ねあの日中は使えると。見すぎくんはね、ほんと3分ぐらいですぐへばっちゃいますけど、これは一応半日いけると。そういう意味では、あのすごく、あの、いいんじゃないかな。いいかな？よくはないけど、あの、すごく使い勝手はいいものなので、朝充電していけば、夕方まではフルに使えますよと。
で、夕方からまた家帰ってくるまでの間ね。その間っていうのは省エネモードに突入しますけど、時計は普通に見れるし、心拍の計測と歩数のね、計測はしてくれる。継続ね、引き続きしてくれるので、で、まあね、スマートフォンのアプリに自動的に記録してはくれるので、途中から省エネモードに切り替わってしまうけど、一応1日は使えると。今の段階ではそんな結論じゃないかなと思います。ただ、すごく本当に何回も言ってますけど、使い勝手はものすごくいいので、残念ですね。本当惜しい。これでバッテリー持つようになれば、すごくね、これもうずっと使っていたいぐらいのスマートウォッチではあります。はい、ということで今日はね、この OPPOWATCH について、主にバッテリーについてお話ししてみました。この動画がいいなと思ったら、ぜひね、グッドボタンをお願いします。あとね、OPPOWATCH に関しては、今後もね、おそらくアップデートとかで、バッテリーに関しては改善される可能性はあるということで、今後もね、僕はこれ使っていこうかなと思ってます。睡眠計測もこれできるので、続きの動画でね、睡眠計測について、僕が別で使ってね、ファーウェイウォッチの GT2E と、どんな感じで睡眠計測が違うのかっていうことについて、お話ししたいなと思います。OPPOWATCH 気になる方は、ぜひね、チャンネル登録なんかもよろしくお願いします。それではまた、お願いします。